皆様お待たせいたしました時間になりましたのでこれより第40回東北大学リベラルアーツサロンを開催させていただきますどうぞよろしくお願いいたします本日は「地球の成り立ちと地球環境問題に関する学際的検討」と題しまして島田昭雄先生にお話をいただきます お手元の自己紹介の一枚紙のような経歴でございます東日本大震災以来もっぱら防災法の専門家だと思われておりますが本来は都市環境政策が専門だと自分では少なくともそう思っておりますで本日はその都市もちょっと離れましてですね地球環境問題についてさまざまな学問分野から光を当てまして えー、地球の成り立ちにやあの生物の変化そういったものにさかのぼって考えてみたいと思いますでそこからこのままで将来の地球がどうなってしまうのか、えー、我々の四思孫孫に大切な地球をどのように受け継いでいけばよいのかあこういったことを皆様とご一緒に考えてまいりたいと存じますでなお私はあくまでも法学部の教授でございますので地球物理学であるとか生物学 こういったものは専門ではございませんのでかなり怪しい部分もあろうかと思いますけれども <laughs> その点はぜひご容赦いただきたいと思いますよろしくお願いいたしますまず地球も環境問題とは何かということですが、えー、地球環境問題というのはオゾン層の破壊であるとか地球温暖化などその被害や影響が、まあ、国境を越えて及ぶ、まあ、引いては地球規模にまで広がっている問題 開発途上国における熱帯雨林の減少であるとか野生動物種の減少など生物多様性に関わる問題などその解決のために先進国等による国際的な取り組みが必要とされる問題のことでございますで特に地球的な視野に立って取り組まれるべき環境問題でございますでこの点につきまして環境省は、えー、ここに掲げてあります この9つのつでこれらはですね決して独立したものではなく、えー、相互に関連しておりますで。今日はこれらの問題のうち、えー、特に地球の成り立ちと密接に関連しておりますオドン層の破壊からあ地球の温暖化。 から生物多様性この3つにつきまして地球の成り立ちに遡って皆様とご一緒に考えてまいりたいと存じますで地球環境問題に対する国際的な枠組みがどういうふうに行われてきたかということですがまず1970年代に先を上りますで1972年にストックホルムで国連人間環境会議 が行われまして、まあ、これがまあ最初のスタートということになろうかと思います、まあ、特に野生動植物の輸出や輸入輸送に関する条約案を作成して採択することが韓国債。えー、それに基づきましてワシントン条約というのが結ばれたことでございますただこの頃の1970年代の国際的な環境規制というのは、まあ、主として国際経済摩擦の防止の観点が強くて OECD であるとか WTO を中心とするようなものでございました。でその後1980年代に入りまして、えー、ナイロビでですね国連環境計画の会議が開かれまして人間環境宣言世界環境行動計画ナイロビ宣言、えー、これで地球環境の現状についての重大な懸念の表明と 地球環境保全のために人類が果たすべき責任について宣言がされましたでさらに、えー、オゾン層の破壊これがまあ最初に地球環境問題として取り上げたものでございますが、えー、これはモントリオール議定書1987年カナダのモントリオールですね、えー、オゾン層を破壊する恐れのある物質を規制して人の健康や環境を保護するためのモントリオール議定書が締結されました あと1992年という年は地球環境問題にとりましてエポックメイキングな年でございましたで環境と開発に関する国連会議これがリオデジャネイロで開催されまして ストックホルム宣言を再確認するとともにこれを発展させることを求めた利用宣言が行われましてまあこの時から国連を中心とする地球環境対策が始まったと言えると思いますではまずオゾン層の破壊についてお話をさせていただきますそもそもオゾンって何ということですがオゾンというのは3つの酸素原子からなる えー、酸素の同位体同素体でございますで分子式はあ酸素分子が O2 こちらですね O2 であるのに対して、えー、O3 になりますで低,低濃度でもお酸化力が非常に高くて消臭、えーまあ、能力も高く、まあ、車などの消臭剤としてもお使われております、えー、私も使っておりますただ 低濃度だからいいんであって、高濃度ですと生臭く,くて特徴的な刺激臭を持つ、えー、人間にとっては有害な気体でございますで一般的には空気中での紫外線の照射などそういった高いエネルギーを持つ電子と酸素分子の衝突によってオゾンが発生いたしますで大気中のオゾンは成層圏これはあの地球上の約1 0キロから5 0キロ上空に ございますが、その成層圏に90%存在しております。このオゾンの多い層を一般的にオゾン層と言っております。で、このオゾン層というのは、太陽からの有害な、えー、紫外線を吸収して地上の生態系を保護しております。では、オゾン層はそもそもどのように形成されたのでしょうか？で、オゾン層はなぜ破壊してはならないのでしょうか？ えー、この問題につきまして地球の成り立ちに遡ってて考えてまいりたいと存じます地球の創生は約46億年前という気の遠くなるような大昔のことでございます。でその当時大気は二酸化炭素や窒素が主で水は全て水蒸気でございました。 で約43億年前に、まあ、大気の温度が下がって、まあ、100度を割ると、えー、それが水になるとで、えー、それで塩酸や硫酸を含む雨となって降り始めたわけでございます。でそういった強酸性の雨が降り続いて約39億年前に大体いい川や海が形成されてきました。 で大気中の CO2 はあー大体10億年ぐらいかけてです、ねえー、徐々に水に溶け出していって、えー、濃度が現在の10倍程度まで低下いたします。で34年 4, 4億年前、ね、アミノ酸や核酸酵素などから海中で、えー、DNA が誕生いたしますこれが生生命の誕生になります。 ただ当時は酸素がなかったわけですから当然オゾンも存在し得ないわけでございまして、まあ、紫外線はオゾンに邪魔されませんので容赦なく大地に照りつけるという状態でございましたですから生命が安全でいられるのは海中のみだったわけでございます酸素呼吸をする生物の出現は、まあ、酸素濃度が現在の100分の1以上になってからのことでそれは今から まあ、46億年から見るとわずか、えー、6億年前ということになります。で紫外線とはどういうものかということですが紫外線を大量に浴びますと生命の細胞に含まれます遺伝子の DNA を傷つけることがあります。でそったさまざまな悪影響が現れます。で DNA の塩基配列を傷つけるということになります。ですからあ地上へ生物が 進出できるようになったのは今から約4億年前のことでございますけれども要するに紫外線を吸収するオゾン層というものが生物が治療で生きていくために必要不可欠なものになります。まあ、オゾンやや酸素は紫外線や えー、そういったものを調整する働きがありますけれども地方面には太陽から強い紫外線が急ぐために、まあ、地表で生物が生存することはできませんでしたで酸素は地表近くでは安定してますが上空の成層圏に至って強い紫外線が当たる、まあ、それによって、えー、分解されてオゾンになりますで成層、えー、圏のオゾンが徐々に えー、まあ蓄積されていってそのオゾン層というのが成層圏の中にですね、えー、形成され、まあ、それが地上に降り注ぐ紫外線を吸収するようになったわけですで紫外線は波長によりまして、えー、この3つに分類されます最も波長が短くて有害な UVC は大気中のオゾン分子や酸素分子によって完全に吸収されますので えー、地上に届くことはございません最も波長が長く長い、えー、UVC の方でございますがかなり地上に届いておりますただ有害性はそれほどないと言われてますその中間のですねこの UVB の方が、えー、問題でございましてほとんどがまあオゾン層によって、まあ、吸収されはするんですが えーまあ、地表にその一部が降り注ぐという、まあ、有害なものですでこの UVB は地上に倒わさせますと皮膚の炎症であるとか皮膚がんの原因になりますでオゾン層が減少するとどうなるかということですがオゾン層の働きからも分かりますように今仮にオゾン層がなくなってしまいますと5億年前に戻ってしまいますですから UVA も こう地上に降り注ぐようになって地上生物はやがて死滅するということが予想されます。それではオゾンが減った時にはどのようなことが起こるのでしょうかでまず1点目が人体への直接的な影響でございますがこれは先ほど言ったように皮膚がんの増加であるとかあとは白内障の増加から免疫機能の低下などが指摘されております。で2点目は生態系の影響ですが これは植物や微小生物から始まる生態系バランスの崩壊につながります。3点目に農業への影響でございますが、これは農産物の収量の減少とか、その結果としての食料不足をきたす恐れがございます。で、オゾンは塩素原子などの存在によって分解されます。で、こういったものはまあ清掃圏でも自然にも発生しているものですから、オゾンの生成と分解のバランスが たたれてきましたところが20世紀に入って冷蔵庫やクーラーなどの冷媒などとしてフロンが使用されてきましてそのフロンなどの、まあ、そういった化学物質が大気中に排出されたわけですでオドン破壊物質の代表格であるフロンこれは1930年にアメリカで発明された化学物質でございます正式にはクロロロフルオロカーボン を指しますもともと自然界にはなかったものですねですからフロンは炭素フッ素塩素水素の化合物でございまして非常に安定していて直接的には人体に害がないとそういうまあ便利な特性を持つことからその便利さを生かして人間の生活の隅々まで用いられてまいりました。 このフロンの大量生産と大量廃棄、まあ、これがあオゾン層を破壊していったということでございます。ではそのメカニズムを少し詳しく見てみたいと思いますで。このように大気中に放出されたフロンは、大量圏内では非常に安定的でございまして、そのまま上空に上がってまいります。で清掃圏に達しますと、 紫外線によって、えー、分解されまして、えー、塩素原子を発生させるということになりますここで生じた塩素原子は、えー、今度はあオゾンと反応いたしまして、えー、一酸化、えー、塩素と酸素になりますで一酸化塩素これがまた酸素原子と反応して 塩素原子が再び生じますで、この塩素原子がまたオゾンを破壊しますで、こういうサイクルが連鎖的に進みましてオゾン層の破壊が進行するわけですこういったオゾン層を破壊するフロンこれをやはり規制しなきゃいけないということでまず1985年 えー、ウィーン条約というのが締結されまして、えー、オゾン層の保護を目的とする国際協力のための基本的な枠組みが設定されましたさらに、えー、その2年後1987年、えー、今度はあモントリオール議定書これが、まあ、ウィーン条約の下で、えー、オゾン層を破壊する恐れのある物質を特定して、まあ、特定するということに意味があるんですが、えー、その物質の生産消費 貿易を規制して人の健康や環境を保護するための議定書を締結したわけでございますで、実はフロンというのはだけではないんですねで、フロンと言われるのはこの特定フロンがあってこの他にもオゾン層を破壊する物質というのがございますで、こういったものをまず特定してその削減のスケジュールをここで示したわけで で,えー、ですからこういったスケジュールの設定と非定約,、えー、定約国との、まあ、貿易の規制などがその内容となります。でちょっと前に戻りまして、えー、国内法、えー、要するにこのモントリオール議定書をですね実行するために国内で規制する法律が必要になってまいります。でえー、このの規制に対して、まあ、エアコンや冷媒、えー、冷媒蔵機器などの 冷媒等と使われていたフロン等を使用していた企業はこの法律、おどん層保護法の制定を踏まえましてそのフロンの代替物質への切り替えを進めていきましたまた2001年にはフロン回収破壊法が制定されまして、まあ、適切な回収処理これを進めていったわけでございますでこのような対応策の成果でございますけど まあ日本以外の国におきましても同様の取り組みが進んだことによりましてオゾン層破壊物質の生産や消費は1980年代には激減いたしまして2010年には1919 19年の50分の1以下になっております。でこののの結果大気中のオゾン層破壊物質の温度も低下いたたししました で南極のオゾンホールこれはあのオゾン層の中に穴が開いてる状態ですがそれも縮小に向かっております、まあ、このようにオゾンの対応策というのは比較的うまくいった例でございますで代替フロンというのが、まあ、先ほどお話しいたしましたがこのフロンの代替として産業利用されている合成化合物まあガスですねでこれには主としてハイドロクロロフルオロカーボンと ハイドロフルオロカーバンでこれこの2つはあうどん層を破壊することはないのですけれども実はこれをガスは強力な温室効果ガスでございまして、えー、後ほどお話をする地球温暖化を促進すす。るとされております次に地球温暖化についてお話をさせていただきます。 で現在の地球は過去1400年で最も高くなっていますがこの地球規模での気温や海水温の上昇でそれに伴う氷河や氷床が縮小するような現象、まあ、こういった地球温暖化というのは平均的な気温の上昇だけでなくて異常高温熱波であるとか大雨や干ばつなどの増加などのさまざまな気候の変化を伴っております。で将来 地球の気温がさらに上昇すると予測されておりまして水や生態系、えー、食料から海面上昇健康、えー、こういった問題でより深刻な影響が生じると考えられております、まあ、今後数十年から数百年で起こるということが予想されるこのような気候の変化がもたらすさまざまな自然社会経済的影響に対して世界各国との協力体制を構築して 解決策を見出していかなければなりません。これが地球温暖化問題でございます。まあ陸域と海上を合わせた世界平均の地上気温、1880年から2012年の期間に平均で0.85度上昇しております。地球の表面では最近30年の各10年間はいずれもですね1850年以降のその前の 10年間よりも常に高温でしかもそれが上がってきているということがここで言えると思います。で海洋の温暖化も気候システムに蓄積されたエネルギーの投下量に特に顕著に表れておりまして1971年から2010年の間ですね。 これに蓄積されたエネルギーの90%以上を占めております1971年から2010年の40年間におきまして気候システムにおける小身のエネルギー増加量の60%以上は海洋の表層に蓄積されておりまして約30%は海洋の7 0 0メートルよりも 深いところに蓄積されております気候に対する人為的な影響というのは大気と海洋の温暖化から世界の水環境の変化小雪の減少世界平均海面水位の上昇や気候の極端現象の変化に強く表れております気象庁のアメダスで観測されました時間雨量50ミリ以上の短時間強雨というのが増加傾向にあります さらに、日最高気温が35度以上になる猛暑日の日数は1931年から2013年で、えーまあ、明瞭に増加傾向が現れております。でこれは長ょ期の気温変化を見たものでございます。まあ、地球の早々期、まあ、46億年前ですが、えー、その時には気温は当然のことながら100度を超えていまして、まあ、次第に冷えて水蒸気がやがて水となったことは先ほど学んだとおりでございます。 まあ、長長期の時間スケールにつきましては海底の堆積物コアの記録で知ることができますで第4期氷河期の中で、えー、氷期とか氷期の顕著なブレが生じていますがこれが比較的、まあ、地球の温暖あの歴史に46年5こから見ると最近のことと言えると思いますこの現在まで続く氷河期これ恐竜の栄えたジュラ期白亜期 これがちょうどこの中世代と言われているものですがその後、約4000万年前の、えーまあ、南極のですね、えー、氷河作用の開始とともに始まったと言われておりますで、えー、300万年前の北半球の大陸氷床の拡大によって、えー、こういった周期を伴った変動を示すようになってで南極のボフトーク基地の氷床コアからは 約42万年前まで、えー、遡ったあさらに長い期間の記録が得られますが、まあ、これを1万年の期間の記録としては、えー、北半球で1,000年続いた寒冷期、えーまあ、その終了後多くのデータが蓄積されておりまして、えー、その約1万年前からの寒新性と言われてる、えー 時期の気候再温暖期というのは20世紀一般の今の気温よりもはるかに暖かいですから長期的には地球は氷河期を迎えておりまして現在はその間の比較的新しい寒氷期にあたりますただしこれは人為的な要因を除いた気温のサイクルでございますので実際にはこれに人為的な要因を加えて考慮しなければなりません でこれは南極の2地点で復元された気温と氷床体積の地球規模での変動曲線でございます。で氷床には大気も飛び込められておりますのでその地点での大気の構成も推測ができます。過去4億年の気温変化と二酸化炭素の濃度一番上のグラフが気温の変化でこの真ん中のグラフが二酸化炭素の濃度になります。 でこのように気温の変化と二酸化炭素の濃度の間には非常に強い相関関係があるのがここから見て取られます。しかしながらこの相関関係はあるんだけどどちらが原因でどちらが結果なのかについて学術上争いがございます。でこれに対してどう考えるかですが、 これは左側のグラフは先ほどスライド14でお示ししたものと同じでございます。これに右側の大気中の二酸化炭素の濃度の変化を比べてみたいと思います。で地球温暖化は自然由来の要因と人為的な要因に分かられますが20世紀後半の温暖化に関しては人間の産業活動等に伴って排出された人為的な、まあ、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが主因と見られております。 2014年に国連の気候変動に関する政府間パネル、えー、IPCC と言われている組織ですがそこが,がの第5次評価報告書、えー、AR5 によって膨大な量の学術的な知見が収積された結果といたしまして人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は95%以上というふうに評価されております。 さらにちょっとその要因を詳しく紹介しますと、全体用の放射照度の衛星による測定結果に基づきますと、1986年から2008年、この間の世界平均気温の上昇をですね全体用の放射照度の変化が,が反映されていない寄与していなかったというふうに言われます。要するに自然起源の 要因だけで推計しますと、えー、世界平均気温の上昇を説明できないということになりますこのように観測値と推計値に乖離が生じてフィットしないそれに対しまして、えー、要するに放射強制力のあ、まあ、合計がプラスになってですね、えー、気候システムによるエネルギーの吸収をもたらしていますでそれに対して自然起源と人為起源の両方を使うと、えー、観測値がフィットすると。 いうことになりますでここで放射強制力というのは、まあ、気候学における用語でございまして地球に出入りするエネルギーが地球の気温に対して持つ放射の大きさのことでございます。これがプラスですと温暖化になりますしマイナスだと寒冷化になります。でこの合計放射強制力のプラスに最大の寄与をしているのは1750年頃の産業革命以降の大気汚染 ですね、えー。大気中の二酸化炭素濃度の増加であるというふうに見られておりますここで、えー、まあ、地球の温度がどのように保たれているか、えー、地球温暖化のメカニズムを見てみたいと思います太陽からのエネルギーはー平米あたり約1.4キロワットでございますこれを同じ熱量を赤外線の形で宇宙に放出しておりますので地球の平均気温は 約10度に保たれておりますもし地球に大気がなければ均衡温度は5度になりますただ大気にはビルトインスタビライザーが機能しておりまして大気中の雲や微粒子によって太陽光が反射されて地球に届かない効果、まあ、これが大体太陽光のうちの 30%これを合計するとちょうど30%になりますけど反射される比率が30%この反射によって均衡温度が23度低下いたしますですから5度マイナス23度ということでマイナス18度という非常に寒い状態になるわけですで地中に吸収されたエネルギーのその70%は やがて再放射されますで大気中の水蒸気や CO2 の二酸化炭素の分子が地表から出ていく赤外線を吸収する効果がありますでこれは地表に到達した赤外線の約50 60%がです、ね、大気から放射されて地球を加熱いたしますこれが温室効果でございましてこれによって地球の平均気温はプラス33度になります。 でこれらの2つの効果23度の低下と33度の上昇によります正味10度の上昇、まあ、これによって地球の均衡温度が5度から10度高めて15度で保っているということになります要するにこの時点で放射強制力はプラスマイナスゼロになる、まあ、それによって平均気温が保たれていたわけですで地球温暖化の仕組みですけれども、まあ、温室効果自体は まあ、地球環境にとって必要不可欠なもので,ございます,ですから温室効果ガスも必要なものですしかしながら温室効果ガスの濃度が上昇しますと、えー、温室効果と反射による量、えー、冷却効果のバランスが崩れること、えー、すなわち、えー、合成放射調整力がプラスになることがむしろ問題なのであって、えー、仮にですね温室効果ガス の濃度が2倍になりますと地球の平均気温は2.5度上昇すると言われておりますでこれはあ IPCC の世界平均のお地上気温の予測でございます、えー、2081年から2100年の予測、えー、世界の平均地上気温これを1986年から2005年の平均 に対する上昇量として、えー、シミュレーションをいたしますと、えー、最大の対策を講じる場合には平均で1度のプラス中程度の対策を講じるシナリオでは、えー、1.8度のプラス、えー、少,し少ししか対策しない場合でも2.2度上昇で全く対策を講じないシナリオですと3.7度、えー。これも、あのー 幅のあるものでございますこういった範囲に入る可能性が高いというふうに予測されておりますまあ、以上によりまして、えー、まあ、気候変動の減少をもたらす人為的な影響を減らすこと、これと気候変動による影響を減らすこの2つが地球規模の温暖化対策として基本的な課題になっております でこのために1988年に、えー、国連の環境計画と世界気象機関によって気候変動に関する政府カンパネル IPCC が設立されて、まあ、先ほど申し上げたようなあーデータ分析をしているということでございますで最初にお話ししました1992年エポックメイキングな年と言いましたが、えー、これは環境と開発に関する国連会議地球サミット 1990年6月にリオデネードで開催されまして、えー、まあ各国、社会の重要分および国民間の新たな水準の協力を作り出すことによって新しい公平な、えー、地球的規模のパートナーシップを構築すると、まあ、そういった目標を持って、えーまあ、利益を尊重しながらかつ地球的規模の環境開発のシステムの一体性を保持する、えー、国際的合意に向けて作業をして 地球の不可分性、相互依存性を認識すると、まあ、こういったことを利用宣言で、27原則というのを宣言したものでございます、でその中の3つ、をご説明します、えー、持続可能な開発、から深刻な、あるいは不可逆的な被害の恐れがある場合には、予防原則を取りましょう、そッかあとは共通だが、差異のある責任。 えー、これは先進国と途上国、まあ、共通の責任はあるけれども、えー、その経済力において差異のある責任を果たしていきましょう、まあ、こういうふうな原則が宣言されたわけであります。気候変動問題というのは、国際的な視点で政策の目標や方針を設定しまして、それを踏まえて関係する国、地域は協力して、異国の政策を講じる必要がございます。 このように国際協議を原則、基本原則といたしまして国際的な枠組みで気候変動問題に取り組むために、まあ、リオデナジェロの地球サミットにおいてです、ね、気候変動枠組み条約が採択されまして1994年に発行いたしました。このの、条約は、中の 温室効果ガスのの濃度をを安定化させることと目的としたものでございます気候変動枠組み条約の具体的な政策目標につきましては条約を扶潤した国による締約国会議えよく COP と言われてますがあこの COP で、えー、討議して決定されます2005年に京都で開催されました COP3 で 京都議定書が採択されまして先進国に対して1990年を基準年として2008年から12年の第一約束期間に目標を達成するということが義務付けられましたこれは法的な義務付けになります対象国全体としては1990年比で少なくとも5%削減することが目標とされましたで EU が8%減アメリカが7%減日本6%減 まあ一見して日本は有利なように見えますしかしながら1990年というのはちょうどベルリンの壁の崩壊の翌年でございまして EU は東西の統合で旧式の石炭火力発電を最新の天然ガス発電に更新すれば十分に達成可能でございました。それに対しましまて日本は えー、オイルショックの影響で1980年代に積極的に省エネ投資をして非常に効率的なエネルギー構造に転換済みでございましたですから日本の場合は追加的な削減コストが高かったわけでございます、えー、その上にバブルの崩壊によって設備投資が低迷したというそういった事情も加わりましたでこれはですね2013年の世界の二酸化炭素の排出量でございます、えー、中国 アメリカインドこの排出量の合計が世界の排出量の半分を占めておりますでちなみに京都議定書の加盟国のは全排出量の4分の1未満ということになりますですからやっぱり、えー、こういった実効性を持たせるためにはこれらの大口の排出国を枠組みに取り込むということが重要な要件になります これが、まあ、ポスト京都議定書の最大の課題の一つでございました、まあ、ですから基準年であるとか、えー、GDP の減単位での削減などで妥協してもとにかく合意をするということが必要だったわけでございますでやっとですね昨年の12月、えー、パリ協定が採択されました世界共通の長期目標として、 地球の平均気温の上昇を2度以内に収めるという目標、えー、こういったものも入ってますし主要な排出国のすべての国が削減目標を5年ごとに抽出、えー、更新することも入ってます市場メカニズムの活用とか心理等の吸収、えー、源の保全強化、えー、から長期目標の設定各国の適用計画プロセスと行動の実施からあと先進国が資金 を提供するとということイノベーションの重要性5年ごとの世界状況の把握、えー、そういった仕組みが含まれておりますでここで、えー、各国の基準年が異なる、えー、京都議定書では1990年でしたが例えば日本は2013年比というふうな形になっておりますだから中国や、えー、インドこれは GDP の減単位として削減するという総量を削減するということではないということを、えー、注意していただきたい,といでもこういう妥協をしなければ、えー、枠組み条約は、えー、できなかったと思いますまあ、これで、えー、地球温暖化についての、えー、みんなでさんで考えていただく課題でございます、えー、パリ協定の実現に向けて日本はどのようにして温室効果ガスを削減すればよいでしょうかエネルギーはどうすればよいでしょうか エネルギーのコストは誰が負担すべきでしょうかこういったものにつきまして皆さんとお話をしたいというふうに存じます。で最後に生物多様性についてでございます。で生物多様性というのは、えー、生き物たちの豊かな個性とつながりのことでございます。地球上の生き物は34億年という長い歴史の中でさまざまな環境に適応して進化しまして 3000枚種とも言われる多様な生き物が生まれてきましたこれらの生命は一つ一つに個性があって全て直接間接的に支え合って生きていきます生物多様性条約ではこの生態系の多様性から種の多様性遺伝子の多様性という3つのレベルで多様性があるとしておりますでこの多様性の価値というのは様々な生態系が 地球上に存在していることそのものにあるわけです。で未知の,その未来の地球の上で多様な生命が生き残るためにはこの多様な生態系が欠かせないわけですね。人類は生態系の頂点に立つ生物として将来にわたって人類および他の生物が生き続けていくための貴重な生態系を維持しかけがえのない生物多様性を守っていく、まあ、そういう使命があると思います。 種のの多様性は進化の結果であります地球に生命が誕生したのがあ先ほど34億年前と言いわれましたが、えー、そもそも地球が冷えてきますと大気中の水蒸気が雨となって海ができましたでその中で放電であるとか火山活動などで有機物質が合成されて海の中でタンパク質や核酸ができて生命が誕生したというふうに言われておりますで最初の生物は まあ、細胞が1個の単細胞、まあ、原核生物、えー、要するに核膜を持たない生物として誕生いたしまして、えー、実はその基本的なあ性質は、えー、34億年たった我々にまで引き継がれております。 この幻覚細胞は個細胞と細胞の系統に分かれましてこの2つが共生することによって一方の細胞が他方の細胞の角膜に進化して角膜を持つ真核細胞が誕生いたしましたで我々が今生きているのはまさに生物多様性とその共生関係のおかげなんですさらに最近の質種であるシアノバクテリア シアノバクテリアというのは単細胞の真核生物に入り込んで、両緑体になりまして、それによって光合成の能力を獲得したわけです。これが海中の藻類となって、二酸化炭素を吸収して酸酵素を出すということによって、海中の酸素濃度も上がって、それがやがて空気中の酸素のに放出されて、えー、空気中の酸素濃度も上がってきました。 海中には好気性のバクテリアも増えてきてさまざまな要因から多細胞の生物へと進化して海中に多様な種の生物が誕生してきました10億年前生物の大爆発というのが生じまして生物の種が非常に急激に増えたで脊椎動物炭酸摂動物植物の陸への進出というのが始まりました この4億年前の陸への進出は生物多様性にとって画期的な出来事でありまして現在では生物の種の7割以上は陸上の生物で占められておりますこの左上の写真これは青森県から秋田県にまたづく白神山地のブナリでございます広大な紅葉樹林帯が多様な生物を育んでおります 右上はあ石垣島のサンゴ礁でございます。サンゴ礁自体が貴重な生態系であることに加えまして、サンゴ礁がさまざまな魚介類の餌や住みかを提供しております。えー、左下は、えー、ボルネオ島の熱帯雨林でございます。人類に一番近いゴリラ・オラウンウタンの生息地になっていますし、熱帯の多様な生物種を育んでおります。右下、これは宮城県の 伊豆沼でございます1985年に世界的な湿地帯の保全を目的とするラムサール条約に指定されまして、えー、白鳥や岩類の飛来数全国一、えー、水鳥の楽園となっております、えー、実はあ、まあ、生物多様性というのはさまざまな分野と絡んでおりますで保健や医療に関しましても生物多様性が果たしている役割がございます 人類の医療を支える医薬品の成分には5万種から7万種もの植物からもたれされた物質が貢献しておりますでそして多様なあ自然環境の中にはまだ発見されていないさまざまな物質も数多く存在していると考えられていますこういったものが発見されれば現在の医療では解決できないさまざまな万病がいずれ治療できるようになるかもしれません、まあ、それは要するに えー、生態系を壊してしまうとこういったさまざまな恵みを失ってしまうということになります。それは私たち、えー、人類が生物多様性から受けている恩恵を自ら失うということでありまして未来の可能性を閉ざしてしまうということになります生物多様性のののの危機が急激に大きなものとなもとったのは20 100世紀以降の100年間です。では一体何が生物多様性を脅かしているのでしょうか。 この要因は大きく分けて4つ挙げられます、えー、まず自然環境の汚染、えー、破壊と汚染ですねこれは熱帯雨林の伐採からあ資源の過剰な利用木の切りすぎれから外来生物と地球の温暖化でございますこのほかにオゾンサワの破壊も自然、えー、紫外線を通じて特に陸上生物の生存に影響を与えます まあこのような状況に対応して、えー、国際的な取り組みも重ねられてきました。まず、地球サミットでございますが、生物多様性条約、これがまあ個別の種や特定の生態系に限らず、時間的、空間的な広がりを想定した、地球規模で生物多様性の保全を目指す唯一の国際条約になります。 この条約はまた生物多様性の保全だけでなく持続可能な利用を明記した条約でもあります日本をはじめとする各締約国の環境政策に大きな影響を及ぼす条約なのでございます生物多様性条約はどのように各区の生物多様性保全の役に立っているのでしょうか、えー、条約の締約国は、えー、生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とする国家戦略 また、は国家計画の作成と実行が義務抜けられておりますますた生物多様性の持続可能な利用の政策への組み込みについても規定しております特に遺伝資源の利用に関しましても資源利用の利益を資源提供国と資源利用国が公,平かつ公,公正かつ公平に配分するということ途上国への技術移転を求めています。 特に重要な地域であるとか、絶滅の危機にある種の特定、えー、先進国の資金によって、えー、開発途上国の取り組みを支援する、えー、資金援助の仕組み、さらに開発途上国への技術協力の仕組みなどがございます。で、この条約会議の内容は、あ近年、えー、まあ生物多様性イコール自然資源、 この利用のルール作りやそれによって生じる利益の配分ルール作りを行う場としての色彩が強くなっておりますそしてこのルールと利害をめぐって開発途上国との先進国との間でせめぎ合いが見られるようになってきております、まあ政府 豊富な生物資源を有する途上国とそれを利用・開発する先進国との意見の食い違い、まあ、これは非常に複雑な様子を呈しておりまして資源を持つ国と技術を持つ国とで折り合いつけるのは非常に難しい課題でございます、まあ、それに対しまして、えー、2010年10月、えー、名古屋で開催されました生物多様性条約の第1回10回の締約国会議 これが名古屋で開催,、えーまあ、開催されまして、まあ、生物多様性の保全や持続可能な利用等の努力を世界的に一層促進するため2011年以降の新たな世界目標である愛知目標が採択されました COP10 で,では遺伝資源の利用から生じた利益の公平な配分これを ABS と呼びますがアンチロックブレーキングシステムではございませんはい。 それに関する名古屋議定書が長年の交渉の末愛知目標と並び採択されましたで名古屋議定書はその実施のために必要な提供国と利用国の取るべく具体的な措置を規定したのでございますしかし特に途上国においては名古屋議定書に対応した国内制度の構築であるとか ABS への取り組み、まあ、こういったものへの利害関係者の参加促進 あるいは遺伝資源の保全や持続的な利用のための労力構築や普及啓発が必要とされております最後に、えー、生物多様性のディスカッションの課題でございます名古屋議定書の実現に向けた課題皆さんとご一緒に考えていきたいというふうに思います今日は本当に、えー、長々とお話しさせていただきました、えー、ご清聴ありがとうございました、えー、島田先生どうもありがとうございました えー、それでは、あの、ただいまの時間からですね、えー。テーブルディスカッションに入りたいと存じます。カルクではインドと中国はものすごい。非常に、あの、それかです。 想像的にちょっと咲いただけのような設計もするんですけど、全く無害じゃないって、やっぱりね、<noise> まあ、考え方も変わってきて、厳税に至ってて、この多様性と、どういう,うにつながるかも分からないんですけども、でも結果的には、人間がどうか変わってきたっていうのが、非常に大きかっなというふうに思って。想させ然世くなっるはゃ 人類、まあまあ、はこう,いうこういう、こういうね、今から1万年後にこういう形で人類が人類かとったと思うんですけども、い,人類いわゆる人,人類っていうかね、あのまあ、人類だけじゃなくて、いわゆる生物の進化っていうね、あれで考えれば、ね、あの無理やり止めなくてもいいんじゃないかっていう感で、ね、例えば選手たちが。 し、ね、かし C 班では日本はどのようにして温室効果ガスを削減すればよいかということについて考えました、えー、まずそこで出た質問としてそもそも日本は何で主に CO2 を出しているのかという。 議論が起こりましてそのうちの回答で火力発電のため CO2 を多く出しているのではないかという意見がありました今後まあ、日本としてはおそらく新エネと再生可能エネルギー太陽光とか風力とかそういったものを増やしていく必要があるよね っていうまあ一方で石炭火力とかを減らしていく必要があるのかなという話がありました。また今あの原子力についてはまあ CO2 が出ないという話もあるので、まあ、今後 まあ順次再稼働していくっていうことも重要なのかもしれないけれども一方で最終処分場が決まっていないという状況にもあるのでそういった問題がまだ全部解決してないっていうのもどうかなっていう話が意見としてありましたあとまたあの福島の事故もあるのでそういったのがまだ全部解決全体が解明なんかあの分かっていない専門的なところもあるっていうところもあるのでまあ果たして、まあ 信頼できるのかとにかく地球温暖化は非常に大きな問題でこ,れこうすればうまくいくというのははっきり言ってあの今ないのではないかというふうに思いますただご指摘いただきましたように今火力発電が増えている。 なぜか特に石炭火力ですね。コストが安いからなんです。原発に次いで安いのが火力。あの石炭火力なんで電力自由化に伴ってですね。安いコストで発電ができる火力発電が増えてしまってる。 いうのはあその通りだろうと思います。まあその結果として、えー、温室効果ガスも増えてしまっているというのもご指摘のお通りだというふうに思います。生物多様性そもそも多様性自体があった方がいいけれども、どこまで,で人為的な、えー、自然に対して人為的に手を加えていったいくことがえっ、ー、とありなのかというような、えー、話が出ました。で、自然淘汰が起こることについてもまあえっ、ー、とそういったことはやむを得ないけれども れど,もまあ、どこまでいいのだろうか。で といったたような、えー、意見が出ましたで、えー、その他に、えー、アニミズムの信仰として、えー、昔の、えー、アニミズム、自然崇拝については、えー、持続可能なを性を追求するような考え方として、まあ、山とか岩とか信仰の対象にしていて、えーまああのまあ、生物多様性に、えー、の考え方としても近しいものがあるのではないかというような、えー、話が出ました。そうういいった別のも別の豊かさの模索というところで えー、他の人たちや、まあ、動物も含めまた、えー、森林それだけではなく森林まで配慮した森林の多様性までも配慮した、えー、別の豊かさや他者への配慮というものは、えー、動物や、えー、生物だけではなくこういった無生物にまで魂が存在してるっていうアニミズムの思想に通じるということや、えー、まあそういった他者への配慮というのはキリスト教での 隣人愛やアガペととといいいいううこころににてくるんじゃないかということになかりました人為的な淘汰ではなくて自然の環境によってまあ淘汰されるもの、まあ、これはもうはっきり言ってあの自然環境の変化に対応できない、えー、そういった種はまあそれによって滅びるというのはそれは致し方ないことだと思いますし、えー、それは46億年の地球の歴史の中でそういったことは頻繁に。 起こってきたといいう,うに思いますですからあそれはあくまでも人為的な要因でですね生物の多様性をなくしてしまうということをやはり、えー、防ぐ必要があるのかなという気がいたしますだいぶ観点が違うんですけれども、えー、生物多様性で、えー、生物爆発があった4億年前、えー、先ほどの図でまだ確かオドンソができてない頃に、えー、急に生物史が増えたと。 でまたチェルノブイリ原発の事故の後で放置したところ多様な生態系が再現してで結局放射線も UVB も結局生物の多様性を促進するんではないかつまり細胞にアタックして突然変異を促すとそういう意味でむしろ放射線も えと二酸化炭素も、えー、オゾン層の破壊物質もむしろ多様性の維持のためには是じゃないかとあの特に、あのー、紫外線はその要するに、えー、DNA に変化を与えるということで悪影響だけではなくてむしろそれによって、えー、その進進化が促進される可能性もあります <laughs> 要するにその環境に合ったそのお進化であればそれによって 生き残って、えー、そういった変化を持った生物が生物種が生き残るとそういう面も確かにございます今日お話したかったのとにかく地球の生成の時代に遡って考えてみるとこの地球温暖化オゾン層の破壊生物多様性まあこういったものがいかに将来の我々の支持尊々にまで持続可能な地球をこう伝えていくかそのために必要 なのかそれをご理解いただいて我々がその地球の一員としてですねその責任の一端を担っているということをご認識いただければ大変ありがたいというふうに存じます。今日は本当にありがとうございました